他の診療院岡野です、えー、今回はですねこちらですね「井戸の日本」の2020年の、えー、2月号にですねなんと当院をですね紹介していただいたんですねこちらですね「読者を訪ねて」という欄でまあ、えー、私が、えー、どうやってこういう鍼灸師の資格を取って、えー、こういう鍼灸院をて、えー、開業して でこの YouTube でですね動画配信してい,くかいったかっていう話がまあざっくりと書いて頂いけたんですけどもまあこちらに書かれてないですねところっていうのも、えー、ありますのでその辺のところを今回はですね少し、えー、加えて話していこうかなというふうに思います、えー、私はですねもともとはまあ居酒屋で勤めたっていうのがこちらにも書かれてるんですけどその前に、えー、と自分の切り盛りして、えー、仕事をしていきたいと どっかかに就職すするとというこでではなくてですね、えー、自分一人でなんとか生きていくような手段を、えー、見つけてそれで、えー、ずっと仕事をしながら生きていきたいなというふうに思ってたんですね。で、えー、そういう意味で、まあ、自分のお店を持ちたいと。 いうところで居酒屋で勤めて手に職つけて自分の店を作りたいなというふうに思ってたんですねで、なんでそういうふうに思ったかってところなんですけどももともとはですね中学校とか高校とかの部活があってですねそこはもうもうめちゃめちゃ体育会系だったんですよねで、その体育会系のノリっていうのはですね私あんまりね、合わなかったんですよねこう先輩方の上から目線とですね理不尽なところとかですね、えー、何も考えずに突っ走るみたいな感じっていうのがとても気に、えー…あんまり… こう肌に合わなくて、でしかもですね、こうやっぱり人間関係もいろんなこうチームでやるといざこざがあるんですよね。そういうので、こういちいち私はですね、まあ、ええー、首相とか部長とかそういうのもやってたんで。そういうのをこういちいちこう調整していかなきゃいけなくて、それで本当にね、あのー、つらかったんですよね。まあ、一時期ですね、こう円形脱毛症ができちゃうぐらいの精神的にも。えー、きつい時期があって、えー、こういうところで。状状況でですね、こうグループで、こう集団でなんか。 えやっっっっっっててていいいいくううのはは自分ににちちょっと合わないなっていう風に思っちゃったんですよねだからまあ、まあ、そういう転職つけたりとかですね技術を身につけるためにはどうしてもそういうところに入らないと、えー、身につかない部分があるかなというふうに思ったんで、えー、会社に就職したりとかです、ね、したはしたんですけれども、えー、いずれは一人でやっていきたいというふうに思ったわけなんです。で、まあえー、居酒屋で勤めてその後、えー、新旧の学校にそこを辞めて、えー、入って。 で、えー、スポーツクラブに、えー、就職したんですけれども、えー、スポーツクラブになんで就職したかってところなんですねやっぱりスポーツクラブの中身ってもやっぱりねあの社員の人たちっていうのは、えー、体育会系の売りがやっぱり多いんですねさすがにスポーツクラブっていうぐらいだけあってですねでなんでそのスポーツクラブの方に、えー、行ったかというところなんですけれども 私は学生の頃ですね経絡治療という、えー、治療法を自分なりにやってたんです脈診を中心に、えー、症を組み立ててやっていくような治療法なんですけれどもそれでいうと全身の治療というのはある意味できるんですよね、あのー、やり方としては分かるわけなんですよだけど私はその時得意じゃなかったのが運動機系ですね筋肉とか、あのー、腰痛とか膝痛とかですね 筋肉とかそういう南部組織にアプローチするようなやり方っていうのはあんまり得意じゃなかったんですね。運動学とかリハビリテーション医学とかですねそういうのも学校の専門学校の科目であったんですけどそういうのはあんまり得意じゃなかったんでじゃあ自分が得意じゃないところをそういうところで補ってみようということでスポーツクラブの中の治療院で働き始めたというのがスポーツクラブに勤め始めたきっかけですね。まあ、そここで10年ぐららい勤めてこちらの えー、自分のお店を開業するに至ったんですけれどもで、えー、YouTube のですね配信を始めるにあたって、えー、どういう話をすればいいかなっていうのもありましたしあとは、えー、と自分のですね、えー、私の 針、えー、と,とかお灸に関して悩んでるところっていうのをきっとこうご視聴いただいてる皆さんともです、ね、共有できる部分があるんじゃないかなというふうに思ったので自分の考えというのをこういう形でですねみんなに伝えていければなというふうに思ったんですねで、えー、私がですねそのプラセボ効果っていうのに興味を持ったっていうのが、えー、その一つがですね針のエビデンスっていうものに対してですねすごく疑問を持ち始めたっていうのがあるんですよね、えー、やっぱいろんな この、えー、インターネットの世界をですね Google とかで検索していただくとやっぱ針って本当に効くの効かないのとか針ってプラセボじゃないのとか針のエビデンスっていうのはちょっと薄いんじゃないのかっていう話っていっぱい出てくるんですよ。でそのうちの一つのですねこう代替医療全般針灸だけじゃないんですけどもそれ全般について、えー、結構批判的に、えー、書かれてる本がこちらなんですね「代替医療解剖」というのこの本を読んでいただくと分かるんですけれども。 やっぱりこうエビデンスに基づく医学っていうのを、えー、今までの西洋医学っていうのは、えー、突き詰めていってたわけなんですねで排除していく部分っていうのはプラセボ効果というものだったんですよねでそういう風な意味で言うとハリ治療の、えー、大部分っていうのは プラセボ効果が中心でエビデンスに基づく部分というのはなかなかこう見いだしづらいということが書かれていて本当にそれはそうなのかなというふうに考えてたんですよね。で自律神経とかそういうものにです、ね、こう効果を発揮するということで自律神経についての勉強もしたんですけれどもこの自律神経に与える針球のえハリ特に針ですよね針刺激の効果としてはですねやっぱりプラセボと同じような効果っていうのは、えー、否定しきれないというふうにも書かれてるわけなんですよ。 ですのでじゃあそのエビデンス針のエビデンスについてどういうふうなことをですね、えー、研究されてるのかって調べてみたんですねこれでもですねやっぱりこうなかなか薄い部分があるわけなんですね。こ,のこれに関しては例えばいろんなこう膝の痛みとか肩こりとか首の痛みとか腰の痛みとかうそういうところのですね研究あの針はどうして効果があるのかどうかっていう、えー、結構質の高い研究はいろいろされてるんですけれどもそれでもやっぱり。 えー、プラセボ効果となかなかこう似たり寄ったりって部分が多いということが、えー、この辺で分かってくるわけなんですね。じゃあ実際そのハリキュー理論っていうのをこう専門学校でですね学んで実じゃあこれは一体何だったんだっていうのを読み勉強し直したわけなんですね。そしたらこの中に出てくるのってほとんどですねネズミとかウサギとかそういう動物による基礎研究なんですよ。 で動物による基礎研究と人間に対するその研究っていうのは結構やっぱ誤差があるわけなんですよね。ですよで、えー、じゃあプラセボ効果っていうのはそんな批判されるような否定的な効果なのかなっていうことを考えてプラセボ効果についていろいろ勉強した中でこちらですよこの「僕は偽薬を売ることにした」っていうこの本にね出会ってあプラセボ効果っていうのは実はこう。 科学的にこう証明しようとしてもなかなかできない部分があるんだなっていうのは、えー、分かったわけなんですね。ですので、えー、プラセボ効果を排除するんではなくて、じゃあプラセボ効果っていうのをより発揮させるためにはどうすればいいかなというふうに考えて、えー、行き着いたのは、むしろこのはプラセボ効果というのをプラスに考えて、えー、プラセボ効果がもし 起こらなければ逆のノセボ効果ってですね人間の体にを悪くしてししててままうう効果が出てしまうわけなんですねであればのせぼ効果を出さないようにするっていう風なことで言えばですねプラセボ効果をより積極的に発揮させるように、えー、できるような治療法っていうのをやっていこうというふうに思って、えー、今日に至るということなんですね。ですんです えー、皆さんもですねやっぱりプラスボハリはプラスボじゃないのっていうふうに言われるとハリキー氏の人たちはですねやっぱりカチンとくる部分はあると思うんですよ私も以前はそうでしただけれども逆にプラスボ効果っていうのを、えー、ちゃんと再現性のある形で、えー 発揮させることが可能で,あればです、ね、それはれっきとした、ね、治療の一つになっていくんじゃないかなというふうにもですねでプラス母効果っていうのをよりですね、えー、肯定的に考えてもらえるんであれば代替医療の全般的な治療っていうのはとても肯定的に 捉えるることとがでできんんじゃなないいかなというふうに思うんですね統合医療という話が最近はよく出てきてますけれども、えー、科学的な根拠に基づくエビデンスに基づく治療に合わせてそのプラセボ効果を、えー、再現性ある形で発揮できるようなものが、えー、うまく組み合わせることができればですね今まで以上の治療効果っていうのを発揮できるというふうにも 私は思っているわけなんですねそういう意味で、えー、プラセボ効果というのをより突き詰めてやっていこうということを、えー、考えて、えー、今日に至るということなんですね。ということで、まあえー、とこの井戸の日本社で、えー、紹介していただいた私の記事ですねこれに合わせて私の今のお話っていうのを合わせていただくとあこういうことを目的に動画配信をしてるんだなというのを分かっていただけるかなというふうに思いますので。えー まあ、やってるのはプラスボ効果に関する、えー、話を私の、えー、勉強したことについて話すというものを合わせて、えー、健康に関することですよね健康自分が,自分が、えー、と健康になっていくためには、えー、どういう生活をすればいいかとかどういう生活習慣を身につければいいかとかどういう食習慣をやっていけばいいかとかですねどういう運動習慣がいいかっていうのをいろいろ紹介していこうというふうに思います、まあ、絶対あのこれが正しいっていう生活正解っていうのはおそらくないと思うんですよ 一人一人人間違うような形に生まれてきてますんでその人それぞに合った健康法っていうのはおそらくあるとははずと思うんで、えー、いろんなですね自分はこれはいいんじゃないかなって思う健康法とかそういうものをですねこちらの動画でも配信していこうというふうに思いますので是非ともですねこれからもご視聴いただければなというふうに思いますのでよろしくお願いします。